くせに。あれぐらいだと大した怪我もないやろ。クソガキや。ほら、おんどらどういうつもりじゃ。きっちり顔出してドタバさげんかい。こら、大阪環状のチャンプってのはあんたか。誰やお前。四季場達也、首都高のチャンプさ。何やぞ。おんどら喧嘩で森に来たんかい。喧嘩は喧嘩でも走りの喧嘩さ、受けてくれるよな千堂誠くん。どないしたんですか千堂さん。おら、何やお前ら。静かにせんかボケ。この人らはな、わざわざ東京から来たお客さんや。今からこの俺が丁寧にもてなしたる。さすが大阪環状のチャンプ。行くぜ達也。R331 であるか。こない図体でかい重い車で俺に勝てる思うとんかい。あんたのその時代遅れのスープラと違ってこっちはニューモデル。今までだって他の車寄せつけずに走ってきたさ。おもろやないかい。このでかいだけしか乗ない車、俺が廃車遅れにしたら。Yeah.
やないか。喧嘩売ってことだけのことあるで。来てたのか。ラップごとにタイムが上がって調子いいみたいですね。ああ上出来だよ。車もいいしメカニックもいいからな。和樹、レースで勝つってわかるか。レースってのは一人じゃ勝てないだろう。ドライバーとメカニック、その互いの気持ちが一つにならないとな。土屋さん、頼みがあります。一度会ってもらいたい奴がいるんです。俺たち今度サーキットに挑戦しようと思ってます。俺のセッティングした車にあいつが乗って、俺たちの夢はサーキットで勝つことなんです。今までだって二人で首都高や大阪環状を制覇してきました。いい加減にしろよ。お前らの自己満足のために一体何人が犠牲になったと思ってる。そんな走りがサーキットで通用するとでも思ってんのか。お前も俺のチームでメカニック続ける気なら、本当の勝負ってのはどんなことかもう一度よく考え直した方がいいな。